フェロー諸島で発行された切手。フェロー諸島のバラットの一つ、ハラパートルとエディンボーの一場面が描かれている。フェロー諸島のバラットは、フェロー諸島に伝わる古い民謡である。クベアイとも、フェロー諸島のバラードとも呼ばれることがある。バラットは、チェーンダンスと共に歌われる。数百のバラットが伝わっており、中には北欧神話に基づくバラットもある。また、フェロー諸島には、ルイーマというアイスランドから伝わったと、おぼしき民謡も残されている。このバラットは、古代ノース人やバイキングの文化にその源を発していると言われている。それらは、バイキング入植地や国家で歌い踊り継がれてきたが、北ヨーロッパに訪れたキリスト教家の中で禁止されていった、あるいは時代の移り変わりとともに廃れていったと考えられている。歌謡は伝統的に口伝によって受け継がれてきたが、1800年代初頭から書き残され始めた。この口伝という伝統は、フェロー語を今に残す一助となった。最もよく知られたバラットは、イエンス・クリスチャン・デュルフースによって書かれた長蛇号である。今日ではフェローのロックバンドティアがこのバラットを自身の曲に活用している。バラットには各項の合間にある畳句の歌唱に数百もの連ねを付加し組み入れることができるという。ありがとうございます。